皆さんどうもこんにちは、タイノスケです。今回は水の書き方3選ということで、3種類の水面の書き方を紹介します。初級編、中級編、上級編に分けてそれぞれ詳しく解説しようと思います。今回はアドビフレスコを使った書き方を紹介しますが、他のお絵描きアプリでも同じような機能はあると思うので応用してみてください。それではスタート。まずは初級編、最初にブラシを選びます。ピクセルブラシの汎用からハード円を選びます。このブラシでなくともいいのですが、フラットにベタ塗りができるものを選んでください。ブラシのサイズを選んで、このくらい、色を選びます。こんな感じの水色にします。画面に楕円を描いていきます。適当で大丈夫です。大きめのサイズの楕円で、形や向きをなるべくバラバラに描きます。それよりも少し小さな楕円を隙間に描いていきます。それよりもさらに小さな楕円を隙間に描いていきます。ポイントは楕円同士を重ねないこと。それから大きさや形がなるべくバラバラになるように描くことです。用紙の縁にも描いていきます。描いたら円の中を塗りつぶしていきます。大きな楕円を塗りつぶすときはブラシのサイズも大きくすると塗りやすいです。はい、これでベースの絵ができました。次にこのレイヤーを扱います。レイヤーとは階層という意味で、絵が描ける透明なシートが重なるというイメージです。一番上にあるものが一番表面に見えています。一番下に白い背景があって、違うレイヤーに青い楕円を描きました。このレイヤーを複製します。同じものを作るんですね。この複製したレイヤーのプロパティを出して、不透明度を50、半分にします。このレイヤーを拡大縮小回転ツールで90度回転させます。もう一度プロパティを出して、描画モードから乗算を選びます。乗算とは掛け合わせるという意味です。塗った色がそのまま透明になって、下の色と掛け合わされるモードです。次に乗算にしたこのレイヤーをまた複製します。また回転させて向きを変えます。今度は形も変形させて、ばらつきがある感じを強調します。次にこのレイヤーの描画モードをスクリーンにします。スクリーンとは乗算の逆の効果で、色が明るく掛け合わされるモードです。どうでしょうか、随分水面っぽくなりましたね。では複製した2つのレイヤーを非表示にして、ベースの絵のレイヤーを選択します。選択ツールの自動選択を選びます。この青い部分以外を選びたいのです。青以外のところをタッチすると、一括で選ぶことができます。選択されたら、非表示にしていたレイヤーを再び表示します。そして一番上に新しいレイヤーを作ります。この新しいレイヤー上で選択した範囲を白く塗っていきます。白く塗り終わったら選択を解除します。このレイヤーにはこのように白い模様が描かれました。ではこのレイヤーの不透明度を30にします。どうでしょうか、綺麗な水面が描かれましたね。最後にアクセントとして光を描いていきます。新しいレイヤーを作って、何か細いブラシを選んで描いていきます。はい、初級編の絵が完成しました。では中級編です。初級編との違いは主にグラデーションとぼかしを使う点です。まず背景から作ります。色を選んで、塗りつぶしツールで全面を塗りつぶします。この背景にグラデーションで明暗を作ります。ピクセルブラシの汎用からソフト円不透明を選びます。
サイズは大きめ。このくらいにします。濃い色を選んで、流量を半分程度にします。色が出る量を少なくするんですね。こんな感じでタッチをつけます。要するにエアブラシの効果ですね。明るい色も入れていきます。光がこちらから来ているというイメージを作ります。背景ができたので、水の模様を描いていきます。新しいレイヤーを作って、色は何でもいいので、とりあえず黒で模様を描いていきます。初級編の時のような楕円ばかりではなく、少し複雑な形を描いていきます。形と形の隙間もなるべく少なくなるように描いていきます。できたら、それぞれの形を塗りつぶしていきますが、ブラシではなく、塗りつぶしツールで塗っていきます。塗りつぶしたいところをペンでタッチすると塗りつぶされます。線と塗りつぶした部分に境目が少し見えます。カラーマージンを高くして、この隙間をなくします。では、どんどん塗りつぶしていきます。カラーマージンは、一度設定すると、その設定が維持されます。はい、水の形ができました。では、自動選択ツールで黒い部分以外を一括で選択します。選択できたら、レイヤーを非表示にして、新しいレイヤーを作ります。先ほどと同じブラシ、ソフト円不透明で選択された範囲を塗ります。色はこのくらい。筆圧を調整しながら、ベタ塗りになりすぎないように、濃淡を作りながら塗っていきます。できました。このレイヤーを元の模様ということにします。元の模様レイヤーを複製します。初級編と同じように、レイヤーの不透明度を下げて、回転させて、変形させます。このレイヤーを元の模様の下に移動させて、レイヤーの描画モードを上山にします。このレイヤーを上山の模様ということにします。上山の模様レイヤーを複製して、また回転、変形させます。なるべく形がいびつになるように変形させます。レイヤーの描画モードをスクリーンにします。このレイヤーをスクリーンの模様ということにします。これで模様のレイヤーが3つできました。元の模様の色を白に変えようと思います。元の模様レイヤーを選択して、調整レイヤーを作ります。下のレイヤーにクリップにチェックを入れて、明るさ、コントラストを選択。明るさとコントラストを上げて白くします。できたら、下のレイヤーと結合させて、調整を確定させます。次に、上山の模様の色を調整します。他の模様レイヤーを非表示にします。上山の模様レイヤーの上に、調整レイヤーを作って、色相、サイドを選択。色味を調整します。終わったら、下のレイヤーと結合して確定させます。次に、この模様を少しぼかしたいと思います。指先ツールを選んで、汎用からソフト円不透明を選びます。サイズはこのくらい。画面の上で少しグリグリと動かすとぼやけていきます。全部を一様にぼかすのではなく、緩急をつけてぼかしていきます。こんな感じでしょうか。では、スクリーンの模様も同じようにぼかしていきましょう。次に、元の模様レイヤーも調整します。不透明度を少し下げて、70くらい。これも部分的に少しぼかします。新しいレイヤーを作って、水の泡を描いていきます。ピクセルブラシの特殊効果から、羽を選びます。サイズは大きめの2000。色は白。このような感じで、ランダムに粒々を作り、水の泡を表現しました。では、仕上げに光を描き入れます。水の泡と同じレイヤーに、ソフト円不透明で、右上の光源を少し強調します。
このレイヤーの不透明度を80まで少し下げ、なじませます。あとは鉛筆で光のきらめきを描き入れて、完成です。ここまで見ていただきありがとうございます。最後に上級編ということで絵を描いていきます。上級編といっても私が上級者の方に教えられることは何もないので、私が絵を描く様子をご覧いただきます。写真を見ながら模写をしていく形で絵を描き進めます。まずは下書きをしています。下書きといっても水面の稜線を絵の当たりとして描いているだけです。背景を塗り、大きな明暗を作ります。暗い部分は薄くしたマーカーブラシで重ねるように表情を作っていきます。書き込みをしています。ブラシはマーカーと鉛筆を使っています。マーカーはブラシの流量、色が出る量をかなり抑えて何度も重ねるように描いています。今回描いている水のような滑らかなものを描くときはマーカーを薄くして描くことが多いです。また私は鉛筆を多用します。筆圧によって濃淡を表現できるし、ペンの角度を調整しながら描くことで柔らかさや硬さも自由に表現できるからです。私が描くようなリアルな写実的な絵はグラデーション表現がとても重要になります。リアルな絵というのは今ご覧いただいているようにかなり細かな部分にもグラデーションで表現をしなくてはなりません。そのためグラデーションを手軽に表現できるブラシに頼っています。特に鉛筆ブラシは指先のコントロールだけで様々な表現が可能です。鉛筆デッサンをやったことのある方ならよくわかると思います。鉛筆のみで一つの絵を描き切る鉛筆デッサン。絵の対象物を白黒の明暗と濃淡だけで描いていく。鉛筆を大きく寝かせて手首を使って柔らかく濃淡をつけることもあれば、鉛筆を立てて筆圧を強くして硬く細かく描くこともある。腕と手、指をすべて使って様々な技術を駆使して立体物を描く。そう、私の絵というのは鉛筆デッサンの応用であり延長線上にあるものなのです。鉛筆ブラシは私にとってとても手軽で万能なツールです。様々なソフトやアプリを試しましたが、フレスコはこの鉛筆ブラシの表現がかなりすごいと個人的には感じています。ではそんな私の鉛筆さばきをしばしご覧ください。ということで絵ができました。いかがでしたか。今回は水の描き方を3種類紹介しました。水面を描くという一見難しそうなことも意外と簡単に描けそうと思ってもらえたのではないでしょうか。初心者の方はこれなら自分にもできるかもしれないと思ってもらえたら嬉しいです。中級者以上の方には何か役立つヒントがあったらとても本望です。水面を描く作業はとてもリラックスできる涼しげなものでした。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。もしこの動画が良かった、ためになったと思ったら高評価ボタン、応援してもいいよという方はチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。